こんにちは、オーメンズイレブンです。本日は千葉県野田市にある森の遊園地に向かっています。約30年前にジャスコというイオングループ旧称号の超大型ショッピングモールとして一時代を築いた、知る人ぞ知る千葉県の有名なスポットだ。そんな私も子供の頃に何度か親に連れてきてもらった記憶がある。到着だ。あまりの懐かしさに感極まりそうだ。現在は閉まっているが、車でも見れる映画館があったことは大きな衝撃を受けたことを覚えている。車を止めよう。駐車場には数台車が止まっているが、閑散としている。子供の頃にもこのゲートを通っていったのだろうか。検温と消毒を終え入園した。入園は無料なので気軽に誰でも入ることができる。遊園地のゲームコーナーってどうしてこんなに風情があるんだろう。いや、この遊園地に関しては目に入るもの全てに風情を感じる。せっかく来たのでどれか一つを乗りたいな。それにしても暑い。国道16号線を走っていると見えるこの観覧車、近くで見ると意外に大きいな。ジェットコースターか。このドラゴン、なんとなく記憶にあるようなないような。閉園間際のせいもあると思うが、園内のお客さんの数は10名弱といったところか。土日祝日のにぎわっている時にも来てみたい。水を使った大掛かりなアトラクションを発見した。急な斜面と洞窟まである。微笑ましい光景だ。大型の迷路だ。正直思っていたよりも施設は綺麗で充実していた。園内の広さは急いで歩いて回ったら5分くらいだろう。閉園時間ももうすぐなので何かに乗ろう。私は観覧車を選んだ。
観覧車に乗る前の緊張感とワクワク感。子供の頃からずっと変わらない。あの頃とはだいぶ景色は変わってしまったかもしれないけど、子供の頃に見た景色を大人になって今また見ています。あなたもこの景色を空から見ているのでしょうか。いよいよ頂上だ。そしてゆっくりとまた下り始めた。あっという間の15分だった。観覧車に乗っている間に閉園時間は過ぎており、足早に出口へと向かった。本当に来てよかった。また絶対ここに来よう。次はどこへ行こうか。